川島町正直付近町落用水は埼玉県引き群川島町を流れる用水路。川島町長落の時川に設けられた町落石から取水する。途中でいくつかに枝分かれし、川島町北部を考えし、南部には安藤川に水を流し考えしている。最終的には市の川に排水される。流路延長は1 5 4キロメートル 灌漑面積は762ヘクタールである。水路は素りで、周囲は主に農地となっている。江戸時代元禄年間には用水路として整備された記録があり、それ以前から用水路は改作されていたと見られている。1967年に長楽投資校及び長楽用水機関の改修が行われ、 1974年から1981年にかけて県の考え排水事業としての整備が周辺の排水路と共に行われた。また、2012年度に埼玉県による水辺再生100プランの対象となり、貸しが整備された親しみやすい川へ向けた事業が行われ、遊歩道の新設や護岸の整備などが実施された。水路に、槍田名護、島土壌、三鷹、 ナマズ、浮き彫りなどの生物が生息する。橋は数多くかかるが、名前のついた橋は少ない。ありがとうございます。